世界ヘビー級選手権挑戦者決定トーナメント決勝戦です。何をもたもたしているんだ、レッスル1のエースはお前じゃない。若い力をバッタリと切り捨てた船木、さあ対太陽、この月で死ぬ気でかかってこい。それがこの男の生き様、戦いです。船木正勝、トーナメント1回戦、苦手とする田中稔から3度目の正直、ようやく2014年初勝利を挙げました。自ら背負ったエースという名の十字架、目の前の相手だけではありません。世代を、時代を、見る者を、そして自分を超えて決勝戦突破なるか。はい、その左の肘にはテーピングが施されています。本日のメインイベント、TNA 世界ヘビー級選手権挑戦者決定トーナメント決勝戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー177センチ100キロ、カイ、真のエースに向かってカイ。赤コーナー182センチ90キロ、船木マサ。その壁は高く、厚く、強く、船木マサカツ。村山大地、2.15 レッスル1後楽園ホール大会、 TNA 世界ヘビー級選手権挑戦者決定トーナメント、いよいよ決勝戦を迎えました。この試合に勝った者が 3.2 両国でその世界ヘビーのベルトに挑戦します。今ゴング、スッと赤コーナーを出ていったのは船木正和。まず左のミドルキックから出していきました。対する甲斐は先ほどの1回戦、田中稔にやられた左の肘にテーピングが施されております。健さん、はい、両者のスタミナ、体力差というのはもうこれは明らかですね。歴然としてますね、あのテーピングもね、そのテーピングすればそこ狙われるのを重々承知なんですけども、それでもテーピングせざるを得ないぐらいダメージがあるということでしょうね。なるほど、ね、はい。さあ武藤さん、はい、武藤さんは今度はこの試合どんなお気持ちでご覧になってるんでしょうか。いやー、相変わらず船木はもうクールにね、多分シビアに来ると思うよ。ただ、うん、ね、なぜ浜口さんのところに会いたかというここで本当にね証明されるとき、もう気合しかねえんだよな本当に、もう最後はテクニック、技術とかではない、はい、気持ちですね。なるほど、まあ、ケンさん、はい、そういう意味では一番このレストランにとって大事な部分ですね。そうですね、それをやはりね、そのプロ入りする前に浜口ジムでね、叩き込まれたわけですからね、はい、それを本当ね、この一番重要な時に思い起こしてほしいですよね。それこそ本当に今ね、こうやって向かい合っての前でも、船木選手の前でも気合いで10連発やってもいいぐらいだと思うんですよ。なるほど、それで本当に気合いが入るんだったら僕は全然 OK だと思うんですよ、はい。ここも立ち上がり、やはり船木が得意の打撃コンビネーションで押していきます。今のようにその打撃を警戒しすぎるとやっぱり気持ちでこう後ずさりしてしまうじゃないですか。そうですね、体は後ずさりしていてもやっぱ気持ちが後退してしまうんですよね。そういう時にこそ浜口さんの気合がやっぱ必要なんですよ。いやー、そのしかし田中稔に痛めつけられた腕、船木も追い打ちをかけていきます。まあ先ほどもご紹介したんですが、船木と田中はお互いに決勝で戦いたかった、はい、そういう意味では船木、田中稔の思いも背負ってるでしょうからね。まあそうでしょうね、はい。さあ、その肘に連発、さらにはアームロックを仕掛けていきます。なんかこの時点で船木選手の頭の中であまりそのね、 TNA 世界ヘビー級タイトル挑戦するというのはあまり頭にないんじゃないかと思いますね。なるほど、もう完全にその海というレスラーに対しての出方ですよね、はいはい、ただ単に潰しにいってるもんね、そういう感じですよね。ただ武藤さん、はい、まあ、船木選手同世代として、はい、先ほど勝てるのか、超えられるなら俺を超えてみろ、死ぬ気でこう、何か劇のようにも聞こえなくもないんですが、甲斐に対するプラスやっぱり自分自身に対する劇でもあるよね。あ、うん、まあ、それほどのことをね口走ったら、それやっぱり船木選手って自分自身が負けられなくなりますからね。まあ、超えてみろという言葉の前には、超えられるものならという言葉がつくのかもしれません、はい、おお、ここも左の切れ味鋭い。
そして再び左腕は脇固め、ぐるっと体をひるがえしてまいりました。リング中央、これ甲斐は1回戦の田中稔戦でも散々この技食らいましたからね、はい、ちなみに両者は今年の1月25日山梨でシングルマッチ戦っております。その時は甲斐が船木に敗北。まあ先ほどの1回戦田中戦でようやく2014年初日を出した甲斐なんですが、すぐさま立ちはだかる大きな壁です、この船木正勝。なんとかロープにエスケープ。まあ、1回戦同様、本当どんなに有利になっても船木正勝が攻め急ぐことってないですね。しっかりちゃんと間合いを取った上でこう攻め、受け止めた、この蹴りを受け止めてバックドロップ、さらにドロップキック。甲斐は自分の持っているスタイルで後線に転じていきます。さあ場外の船木に対して戸辺選手第一直線、よし気合入ってるな、まっすぐ飛んでいきました。アニマル浜口会長からは一切の困難は強くなるための試練という言葉を授かりました。プロレスラーを目指して通った3年半アニマル浜口ジム、そこの原点回帰を果たしてこのトーナメントに臨んでいます。甲斐対する船木正勝、さあビッグブーツ向かっていく、一気にスパークしてまいりました。しかしここはニアロープ、船木も冷静です。さあ一本仕掛けていく、さあ1回戦田中稔を取った LAT、 早くも発射しようというところ、ここは船木がボディーブローから、さらにはこの蹴りですね。いや武藤さん、どうしてもやはり痛めているところ攻められると動きが止まってしまう、気合だ気合だってこうやって言ってるんだけど、気合も1試合の中でめげたりさ、はい、また浮上したりさ、ね、どうしても人間だからね、はい、ずっと続くわけにはいかないからな、はい、そこ落ちた時に疲れたらもうアウトだから、はいはい、まさにそれが今なのかもしれません。再び脇固め、ケンさん、ちょっとあの LAT にこだわりすぎですかね。あ、それあるでしょうね、やっぱり1回戦であの技で決められたっていうのがね、やっぱそこに頼りたいっていうのがあるかもしれないですね。あ、そして腕失脚十字、ただ左腕に力が入らないと LAT 持っていけないですからね。そうですね、ここまで2度トライして失敗に終わっています。実は俺レスラー旗揚げしてからさ、多くのレスラーこうね、他団体もひっくるめて見てて、ただやっぱり俺古いのか、俺船木の試合が一番好きでね、このシビアのね、やっぱりそこに戦いがありますからね、はい、選手はね。逆にこのレッスル1の中に入って、その船木の輝きというのがこう増したようにも見えます。そうですね、はい、この土壌だからこそ、その自分の持ち味が輝いてるってのありますよね、プラスこのスタイルだったら俺140カ国世界流してもいいんじゃないかっていうふうに自信持って送り出せれるスタイルのようなキャストな、地球上のプロレスファンにね、船木正勝見てほしいですね。そうですね、ただ武藤さん、はい、レスル1のこの未来、将来を考えたときにはそうやっぱり甲斐しか、甲斐じゃないとダメなんだよ ね、はい、ね。さあその中で自らエースという十字架を背負った、まあそれはね、その戦ってて船木選手も同じことを思ってるんでしょうけども、ね、だからこそ簡単には超えさせないということなんでしょうね。そうですね、あ、ここでリストをロックして、武藤さん今受け身取りづらいですね。うん、そうですね、厳しいバックドロップ、さらに側頭部へ、甲斐の焦点が定まっていないか、中央さまよっている、カウントが入る、左の肩を寸でのところ上げてまいりました。いや、林リングドクターもこの甲斐の状況を見かねてリングサイドを陣取っています。さあその中、今度はチキンウィングフェイスロックか、なんとか立ち上がってくる甲斐。さあそうすると今度はこの手が待っている、ハイブリッドブラスター仕上げにかかる、いや後ろに着地、股をすくったスクールボーイ、もうなりふり構っていられない、しかしカウントは2、カラースキック。さあ必死さを取り戻した、もう勝つことしか考えていないことの甲斐、カラースキック顔面を捉えます。さあこれね、一気に行きたいところなんですけど、やっぱダメージが多くて自分自身も動けないんですよね、この間で船木選手が回復してしまいますからね。そうなんですね、失うものはもう何もないと思っていると、この戦いの前に話をしました甲斐。船木も妥協ないからね、船木はね、いつか俺に言ったんだから、はい、俺の足の代わりに膝の代わりに俺がなるって、船木自身がなるというふうに言ったからね、
俺の代わりに多分会を潰しに行くと思うよ。その中で時代を超えなければいけない、歴史を超えなければいけません。会足を止めて打ち合う、エルボーチョップ、エルボー、まあ、右のミドル、さらに左のインロー、さらに右のハイ、浅いか今、大丈夫か、余裕を持ってカバーに入った、どうだニアローズだが、カウンター2。ただ甲斐も言ったからね、はい、俺を楽にさせたいと言ってましたね、まだそれ有言できてないね、実行できてない、はい、有言実行できてないね。さあ再びチキンウィングフェイスロックの状況です。いや一つ一つの技が本当に理にかなってると申しますか、説得力がありますよね、はい、ハイブリッドブラストに。さあ高木を逆に持ち上げた、道のことのガッツ、ね、はい、真っ逆さまです。今のキツイな。さあ再び股に挟んだ、さあ今度はパワーボム、サンダーファイヤーパワーボム、さあこれで終止符か、いやダメだダメです。さあ一気に行く、一気に行く、再び三度 LAT、 完璧リング中央、これで挑戦権まだだまだだ。首への攻撃を集中的にね、そうですね、出しましたね。さあ次は何を見せるかい、ニュートラルコーナートップから、さあ裏に向かってスプラッシュプランチャー、全身全霊スプラッシュプランチャーで取った、カイが取った。 TNA 世界ヘビー級選手権次期挑戦者はカイです。船木その前のなんかパイ、なんかスープレスポイントが、はい、あれちょっとダメージ出てたね、キングドライバーのダメージが相当大きかったようですね、あれはね、甲斐選手が出すというね、そのデータはないでしょうからね。そうですね。うわもう本当不思議に一生得たと申しますか、ね、小さい小さい勝機に持ちうる力を集中しましたね。そうですね、集中力の勝利だと思います。最後はスプラッシュプランチャー、甲斐が船木正勝から3カウント、 DeNA 世界ヘビー級選手権挑戦権を手にしています。